はい、どうもこんにちは、山本流星と申します。このチャンネルは有名人を占う動画になります。今回は、指原莉乃さんを占っていきたいなと思います。目次はこちら。指原さんの、まあ、性格、そして恋愛や結婚、そして今後についてを占っていきたいなと思います。指原さんを、まあ、占ってみて、まあ、思ったのはですね、やっぱさすがだなと。すごいです、まあ、これぞこれぞって感じですね。やっぱさすがですね。はい。すごいです。まあ、そうですね。ちょっと言及はしてますけど、似てる人で言うと、やっぱ、千原ジュニアさんとか、あと、マツコ・デラックスさん系のタイプの感じで、やっぱさすがだなという一言でしかないですね。本当に。ぜひぜひ、ちょっと、見ていってください。はい。ということで、まあ、占うにあたりまして、私が作ったオリジナルの鑑定プログラムを使って占っていきます。今この画面に表示されているものですね。一応これを言わないと、この画面は一体何なんだということになっちゃいますんで、一応毎回、言わせてもらってます。他の占いと違いまして、プログラムを使って、計算してデータを出していきます。他の、まあ、この動画をね、今ご覧のあなたも、この動画でやってるように、同じように使うことができます。この動画のですね、概要欄、こちらにリンクがありますので、ここクリックしていただけますと、まあ、かなり安い値段で、この動画でやってるみたいにいろいろ分かったりしますんで、よかったら使ってみてください。例えばですね、自分の性格のこととか、どんな才能があるかとか、あと、自分に向いてる仕事とかね、結構自分のことって、意外と分からないじゃないですか。で、そういうのが、分かったりとか、だから人生でなんか困ったことがあった時になんかヒントになるかなとは思うんですよ。で、あと自分の人生の流れとかね、あと結婚したらまずい時期、引っ越しまずい時期とかあるんですよ。で、このまずい時期が結構当たるんですよね。ここでやっちゃうとね、うまくいかないよっていうのがね、占ってて本当に思うのは、この辺りで結構いろんなね、良くないことが起きやすいんで、そういうのがね、人生の危険な時期なんかが分かったりするから、早めにそういうのを知れておくと、そこ避けれるじゃないですか。だからそういう意味ですごい便利なものかなと思うんですよ。なんで、ぜひぜひ、使ってほしいなとは思いますね。はい。で、あと、あくまでもこの動画でお話ししている内容というのは、あくまでも占った結果であって、実際の性格や事象などを表すものではありません。はい。事実は、関係なくて、ただ占った結果なんでね、そこを一応、強調しておきます。はい。ということで、じゃあ、行きましょう。はい。で、これが指原さんを表す様子なんですけど、やっぱさすがですね。はい、すごい。皆さんが使うプログラム上にこれは表示されません。あくまでもこの動画の撮影用に表示させてるだけです。そうですね。で、まあ、性格とかね、ここに、あと、恋愛の結婚とか、あと、家庭環境とかね、いろいろ見れるんですよ。で、家庭環境、あれですね、よくないですね。親があなたの仕事や良縁の邪魔になると。親と縁が薄い。親の得を受けにくい。夫に支障ありと。この要素が強いんですよね、指原さん。パッと見でわかりますね。まあ、そのこともちょっと触れてますんで、まあ、まとめたものを、ちょっと今表示させます。はい。まず、性格。まあ、タイプとしては、壁上土。壁上の土と呼ばれるタイプで、まあ、同じタイプの有名人で言うと、まあ、足立由美さん、彩香さん、錦戸さん、星野さん、桑田真澄さんとか、ザードの酒井さんとか、広瀬香美さんなんかが、まあ、当てはまる。ますね。はい。が同じ、まあ、同じタイプ。で、まあ、才能が豊かで、内向的、神経質、疑り深い、陰険な印象を持たれやすい、雰囲気は柔らかいが、内面は芯があって、しっかりしていると。理想が高く、努力家である、頑固、慎重さと大胆さを合わせ持つ、辛抱強く努力すれば、社会的に成功、というふうなのが、まあ、この壁上土のタイプと言われています。はい。で、まあ、全体的に見て思ったことなんですけど、まあ、特にやっぱりさっきもちょっと言いましたけど、親と会わない。特に多分ですけど、お父様の方かなっていう感じがしますね。なんか縁が薄いか会わないかどっちかなのかなと。実際はちょっとどうなんでしょう。全く知らないんでわからないですけど、どうなんでしょう。で、知的好奇心が高くて、まあ、サブカル寄りですね。本当に。まあ、オタクの良さが、ポンとありますね。で、堅実で、まあ、なんだろう、私趣味がないんですとかっていう人に結構ね、多いタイプに見られる要素がポンとど真ん中にあるんですよ。で、まあ、実際その人ってあるんですね、趣味がね。はい。まあ、で、まあ、で、現実的にコツコツ貯金するタイプです。もう堅実なんですよね。はい。で、礼節をしっかりわきまえる。ここ、接続記事って書いてますけど、まあ、これですよ。はい。これですね。はい。
そう、礼節をしっかりと分けます。もう礼儀正しくて、しっかりペコッとお辞儀したりとか、言葉遣いで気を使ったりとか、もうそこがすごいわきまえてる方で、まあ常識人ですね。はい。非常に優しい性格で、まあ、なんだけども、我が強い部分があって、私はこうしたい、これをやってみたい、みたいなのが、ちゃんと自分っていうのもちゃんと持ってる人ですね。で、我が強くて、わがままで、まあ変わったところがちょっとありますね。で、新しい提案や、まあ、独創的な発想をするというか、アイデアマンというかね、非常にユニークな発想ができる人ですね。まあそうですね、全体的に見てて思ったのは、なんだろう、作家さんとかクリエイタータイプというかね、お笑い芸人でいうと、なんだろう、体を使って笑いを取るタイプじゃなくて、大喜利でボンバーンとこう、どっかんどっかん笑い取るような、なんだろう、頭を使ってこう、笑いを取るようなタイプに見れるというか、うん。そういう人に持ち、そういう人たちが持ち合わせる要素を、指原さんも持ってるというか、はい、頭がいい人ですね。で、まあ、続きを言うと、まあ、ルールや束縛が嫌いで自由を求める、まあ、第三の目と呼ばれるんですけど、まあ、それを持ってて、まあ、直感力がとにかく高くて、相手の心を読む能力に長けてますね。で、頭の回転が速くて、人の性格や物事の本質を見抜く能力が、すごく高いです。で、本質をついたことを言うので、その、まあ、周りから見たら毒舌に映るようなことがあるんだけど、本人はその、まあ、さっきも言った礼節がちゃんとしてるんで、言葉遣い気をつけるんだけども、相手を配慮するんだけども、その、なんていうかな、本質をちゃんと見れてるというか、その、本質をついたことをちゃんと言えるような、そういう、まあ、能力を持ってるというか。で、見た目に関しては、痩せ型ですね。で、あ、そう、ちょっと言い忘れたけど、その第三の目ってなんでついてるかっていうと、やっぱ家庭環境でしょうね。はい。そこからの影響で、そういうのが身についているのかなとは思います。で、まあ、で、まあ、話をちょっと戻すと、まあ、見た目は痩せ型で、黒髪清楚系プラス可愛い系の、まあ、美女になるだろうなと。で、華やか。で、吉凶が激しいと。で、その、黒髪清楚系、なんて言えばいいんだろうな。清楚な、女子大生みたいな、感じなんだけど、さっきも言ったように、そう、サブカルの要素があるわけですよ。だから、お嬢様っぽい見た目なんだけど、でも家帰って、こう、カタ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 。パソコンでこう、2チャンネル見てるみたいなね、そういう、なんだろうな、そんな2つの要素がね、あるんですよね。特徴的な要素があって。はい。で、まあ、華やかで、まあ、吉凶が激しいと。まあ、だからさっきも言いましたけど、まあ、全体的に、ちょっと千原ジュニアさんっぽいなっていうふうに見てて思いますね。鋭さ、頭の回転の速さが特になんか際立っているような、本当に努力して、誰よりも光り輝くタイプの人で。うん、本当素晴らしいなとは見てて思いますね。才能豊かで。はい。すごいなとは見てて思いました。はい。ということで、これがまあ、指原さんを占った、私なりのまあ、見解というか、はい。で、ちょっとまあ、中身を見ていくと、そうですね。やはり磨けば光り輝く。うん。そう、しっかり者ですね、芯があって。うん。そうですね。はい。もう本当に、貯金するタイプです。もう、財運が良くて、一攫千金じゃなくて、もう、コツ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 こう、着実に成功するタイプですね。はい。うん。そう、あと、可愛い人多いですね。はい。第三の目ですね。やっぱり、強い感受性。うん。やっぱ、お父様とか、なんか辛いことが幼少期あったのかなという感じはしますね。人の心を読む能力。オタクっぽさ。はい。ですね。はい。という、うん。すいません。うん、ここはね。はい。という感じで。まあ、これはちょっと後で言いますわ。恋愛結婚とかね。はい。でしょうかね。はい。で、人生の流れもじゃあちょっと先に。こんな感じなんですね。34歳からスコーンと落ちるんですけども、うん、それまではもう絶頂期。若いうちはもう非常に、人生の活動期間っていうのを、ものすごい強烈なパワーで突き進んでいる感じで、落ちるっていうよりかは、ここから落ち着くかな。で、晩年に向けて徐々にこう上がっていくと。で、ここで何か結構いろいろ気づきとか学びがあるはずだとは思います。で、これが1年ごとを見ていったものなんですけども、じゃあちょっと、まとめたものをさらに見ていきましょうか。はい、恋愛結婚についてですね。はい、ちょっと大きくしますね。はい、まあ、恋愛の傾向としては、まあ、熱しやすく冷めやすい、このタイプは可愛い人が多いので、まあ、指原さんみたいな人、まあ、めっちゃモテるんですよ。で、でも、まあ、恋愛はどうなんだろうな、あんまり得意じゃないんじゃないかなという気はしますね。というのも、
やっぱり頭いいだけにいろいろ見えすぎてしまうのかもしれませんね。あと慎重になったりとか、人間関係でやっぱフィルターをちょっとかけてしまう、かけすぎてしまうかもしれません。ちょっとね、どうなんだろうな、難しいな、恋愛得意な要素もあったりするんですよね。どっちだろう。なんとも言えません。で、相手はまあセンスがあって感性豊かで一緒にいて楽しい人に惹かれるのかなと。頭が良くて芸術的でクリエイティブな世界にいる人がにまあ惹かれるのかなとは思いますね。で、2023年くらいから4年間はまあいい出会いがあると思います。まあモテ期ですね。で、しかし結婚は2024年、25年は、まあ、避けた方がいいです。うまくいかないことが多いです。ここでやっちゃうと。で、ここ以外であれば結婚時期はいつでも良いです。しばらくは。はい。しばらくはというのは、中年、だいぶ中年になってからですね。良くない時期。44歳とか45歳かな。結構先なんですね。良くない時期は。はい。で、さらに、まあ、今後、これまでと今後を占ってみると、まあ、やっぱりさっきもちょっと人生の流れで、ちょっと言いましたけど、10代20代がとにかく強い、ですね。はい。2006年からの10年間というのは地位や名声、独立を意味してもう財産を得る時期です。ここでもうガンガン売れるわけですよ。で、2016年からの10年間はもう人生のピーク、もう頂点、自信満々でエネルギーにもう満ち満ちてるという10年になりますね。絶好調なんですよ。だから、2020年、今この動画を撮影しているのは2020年ですけど、今の時期っていうのはものすごくもう絶好調の時期です。しかし、2026年からここから一気に衰退、一気にパワーが落ちます。落ちるというよりも、まあ、落ち着くというか、まあ、弱気消極を意味するんですよ。だから、パワーがほーんと落ちていくと。でも、調和や安心という意味もあるんですね。で、注意点とすれば健康面ですね。はい、まだまだしばらくは絶好調なんですけども、2024年2025年は、要注意。特に2025年ここは何かこうトラブルとか揉め事、衝突が、まあ、起きやすいので、ここ2025年要注意ですね。自分からあんまり積極的に動かない方がいいですね。おとなしくしておいた方がいいかなとは思いますね。勉強とかそういうのもいいかもしれません。で、2026年も何かありそうですね。っていうのも、まあここは人生、なんだろうな、その切り替え時期になるので、何か大きな変化があってもおかしくはないですけども、まあ、それはいいか悪いかは分からないです。はい。何か環境が変わるのかもしれませんね。引っ越しとか、何かこう、新しいことにチャレンジしたりとか、もしかしたらそれかもしれません。はい。ということで、指原さんを占ってみました。このようにですね、まあ、皆さんも、動画の概要欄からですね、リンクから占えますので、よかったら、使ってみてください。はい。ということで、以上、指原莉乃さんを占ってみました。ご視聴ありがとうございました。